AB69 六は韓国の男性アイドルグループ、ブランニューミュージック所属。2019年5月22日に、ファースト EP アルバム B、コンプリート発売およびデビューショーケースで韓国デビュー。公式ファイクラブ名はアブニュー。グループ名である AB69 六には5人のメンバーとファンが合わさって初めて完全体になるブランニューボーイズの絶対完全体を意味する。 アブソリュート69とブランニューミュージックの新たな地平を切り開いていく5人のメンバーとファンの超越的な融合を意味するアバブブランニュー69の2つの意味が込められている。公式ファイクラブ名はアブヌー。アブヌーには AB69 と一体となって共に新しい道を歩いていく6番目のメンバーという意味が込められている。挨拶はサルート。AB69。 日本語に分けすると、敬礼。こんにちは。AB69 です。ネットの公開オーディション番組、プロデュース101に、イム・ヨンミン、キム・ドンヒョン、パク・ウジン、イ・デフィが出演。番組内のクラス分け評価の際に、イ・デフィが作詞、作曲、編曲、パク・ウジンが振り付けを手掛けた、ハリウッドを披露した。同番組内でデビューが決定したパク・ウジン。 イデフィは、ワナワンとして活動。脱落したイムヨンミン、キムドンヒョンは、MXM として、ユニット活動を開始。1月27日、パクウジン、イデフィのワナワンとしての活動が終了。4月5日、未公開メンバーであった、チョンウンのティザー写真を公開。4月26日、イデフィの自作曲、ハリウッドのパフォーマンス動画を公開。5月22日、 ファースト EPB コンプリートでデビュー。同日、ショーケースを開催。7月13日から8月31日、初のファンミーティング AB69 ファーストファンミーティングファーストアブヌーを韓国、日本、シンガポール、台湾、香港、タイで開催。10月7日、初のフルアルバム69年数でカムバックした。12月18日、 日本公式サイトとファンクラブを開設。12月20日、開催済みの11月9日から10日の韓国、ソウル公演を含めた世界12カ国での 1ST ワールドツアー、6内年数の開催を発表。2月7日、新型コロナウイルスの影響を受け、2月21日から28日に、ドイツ、フランス、イギリス、オランダで予定されていた 1ST ワールドツアー、 ロックナイデンスの4公演の延期を発表。2月13日、メンバー別のソロ曲を収録したデジタル e p ナリーを発表。2月25日、3月7日から4月11日に台湾、タイマカオマレーシアインドネシアで予定されていた後公演の延期を発表。2月27日、3月3日から4日と3月17日から18日に 日本で予定されていた4公演の延期を発表。3月6日、4月15日から30日にアメリカで予定されていた7公演の延期を発表。同日、日本での4公演の振り替え日程及び会場変更を発表。5月7日、AB691ST ワールドツアー、6内年スインソルの DVD を発売。5月18日、セカンド EP、 ビビットのティーザーを公開。5月22日、デビュー1周年を迎え、オンラインファンミーティング AB691ST アボバー3ファンミーティングを、ベイライブとニコニコ生放送にて開催。6月2日、セカンド EP ビビットのトラックリストを公開。タイトル曲は、事故のプロデュース。6月4日、イムヨンミンは5月31日のシニアに、 個人的な友人と会飲酒し、自身の車で宿舎に移動する途中で警察に飲酒運転を摘発され免許取り消し処分となったことを公表。それを受け、ブランニューミュージックは、イム4ミンの6月4日以降のすべての活動を休止し、それ以降 AB69 は、イム4ミンを除いた4人体制で活動を行うことを発表。イムンミンは、同日、直筆の謝罪文を ファン交流サイトにて公開。同日、6月8日に発売を予定していた、セカンド EP アルバム、ビビットの発売日を6月29日に延期することを発表。6月8日、イムヨンミンが同日付けたグループを脱退することを発表。6月10日、AB69 1 ST ワールドツアー、6内年スインソルのブルーリーを発売。6月23日、 新型コロナウイルスの影響を受け、振り替え公演を予定していた、1ST ワールドツアー、6内年数の大阪公演及び、横浜公演の開催中止を発表。6月26日、同公演の台湾、タイマカオマレーシアインドネシアで予定されていた後、公演の開催中止を発表。6月29日、セカンド EP、ビビットをリリース。9月12日、 オンライン生配信コンサート SO ビビットを開催。11月2日、サード EP サルーテをリリース。メンバー全員が作詞、作曲に参加した。同日、オンラインでショーケースを開催。1月18日、初のリパッケージアルバムサルーテエーニューホープをリリース。4月26日、ホース EP MO コンプリートハーバードリームをリリース。 同日、ショーケースを開催。ありがとうございます。